はい、皆さんお疲れ様です。これ見て、これ、うわ、平田さん来ちゃった。これ、おい、欲しいけど無理やって。いやー、この時代平田さん来ちゃ、これ見て、岡田さんも、でもね、こう球種がなってか全然違う。この岡田さんに関しては、でも超タイピン持ってるか、強いな、やっぱ。欲しくなっちゃうって、無理だけどね。多分ってか、欲しいって言ったらって、欲しい、無理なんだけど、まあまあまあね、もしエナジーが一気に溜まった機会でもあるとしたら、その時に引きましょう。うわー、マジか。平田さんと岡田さん来た。リアタイ向きの選手です、どっちも。平田さん持ってます、一応ね。スピリッツ3700しかないです。いや、スピリッツ解放して使うか、平田さん。うわ、また、外久保さん流行ってんの。お願いします、仮リーダーさん、お願いします。迷うな、平田さん。岡田さん、俺スピリッツ3400ですから。どっちもスピリッツ解放すべきなんだよな。スピリッツ解放したい人はいっぱいいる。正直福谷さんも解放したい。でもミキサーかけたくなっちゃうんだよな、 S ランク持ってると。ちょっと真面目にやっていこう。こっからいっぱい打ちたいし。ちょっと待って、強っ、目見えな、ほんで花粉で。ナイス。さあ、三振ないよ、三振ないよ。オッケー、見えてる、多分見えてる。え、ちょ、間に合わない、三振あったし、三振や、間に合わなかった。はい、もう、はい、こっからね、こっからだよ、こっから。てかさ、おい、コンボ仕事して、マジで、コンボ仕事して、本当にマジで。 OK、 これは純正、これは純正ゲー。うわー、来た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 。ちょ、コンボもうちょっと仕事してや。ピットでランナーを一塁に置いています。うわー、結構振り遅れた感じあったけど、飛ぶ、球は飛ぶぞ、みんな、いける、バチッと当てよう。ちっちゃい方、いや、大きい方か。よーしよしよし、ツーアウトからです。野球はツーアウトからです。よっしゃー、ナイスー。よしよしよし、結局ね、1、2番って集中できてないんですよ、マジで。1、2番って集中できてないから、結局3番。よっしゃー、最近ホームラン出るね、俺の動画。いい、周平めっちゃ打つな最近。あっ、まあ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 、流れ的にアウトの流れだよね、ホームラン打ったし。さあ、これからドラゴンズが守備につきます。最近玉木浩二にハマってんだよね。めちゃくちゃ渋くてさ、めちゃくちゃ歌うまいな、本当に。ちょっと乱打戦もしかして。あのメロディーって曲マジでいいんで、みんな聞いて、玉木浩二さんの。あんなにも好きだったっていう感じで始まるんですよ、あの歌は。 OK、 いいよ、外角いいよ。早田も張ってんのかね、この人。ん、OK、引っ張りさんなのか、さては。あ、ナイスキャッチ。いやー、素晴らしい、ナイスガード。
これは変えましょうか。ちょっと変化量マイナス1欲しい。なんない？もしかして。なんないね。ちょっとコンボしっかりする意味ないって。250しか上がんなかったらねえ、相手と変わんねえじゃんマジで。落ちない？真正面でした。木下さんも最近調子いいからね。ダメ？ダメだね。頼む、打たしてや。結構まっすぐ来るねこの人。来てるねまっすぐ。ボール球？うわー、音良かったからね今。え、バッチリ抑えられたやん。ここでドラゴンズ守備を変えてきました。ライオンズ最後の攻撃になります。今日ラーメン食べちゃったよ。ちょ待って、あのラーメンとチャーシュー丼、チャーシュー丼頼んだらですけど、あのまさかのあの追い飯もついてきちゃいました。ラーメンに米2個食って、あの米2個になっちゃって、米物ちょっと恥ずかしくて、あのラーメンの前に提供されたチャーシュー丼、あの急いで食ったね。うん、恥ずかしかった。あれ追い飯知らなくてチャーシュー丼頼んじゃったよ。ご飯2個持ってる人いないもんね、ラーメン屋で。恥ずかしかった、恥ずかしかった。ガバガバやって食ったもんチャーシュー丼一気に。ちょっと待って、やばくね普通に。変えます。じゃあスピリッツがマジでさ、仕事して本当に。言いましょう、これでも劣勢。なんか張ってんのかな。まず何を投げてくるか。打たれる？オッケー。いやー、勝野さん出してよかった。助かるな、本当勝野さんマジで。危ない。入れていくかこれ。いいと思います。オッケー。俺やだよそんな逆転負けマジで。俺そんな逆転負けやだよ。周平のホームランでかかったな。じゃあこの人マジで何張ってっか分かんないから分かんないんだけど、だ3割ちょっとだったよね打率。ちょ分かんないんだけど、なんか配球も適当かもしれん。これ打てないでしょ。これ打ってきたらもうやばいわ。ホームランやこれ当たったら。 OK OK。 あれは合わないんよ。で今のスライダーで相手が速い球張ってるってのも分かったからね。危ない。 OK。 でかい、あでかいってか終わった。2試合目いきましょう。よしよし、皆さん今日もありがとうございました。2試合目いきましょう。お疲れ様でした。2試合目いきましょう。うんうん。あーよかった勝野さん、すっごマジ消防士やん、マジ消防士やん。いやーよかった難勝さん。ばいいやー勝ち星、そして名人8位にならないの？あと2か。まあ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 。いいよ、3連勝。さあ、ヒロト行きましょう。よし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 。よかったー。うんうんうん。赤旗な浜さんお願いします。よし、勝率上がってきた。よかった。やっと6って数字見たぞ。よかった。松田ね。山岡さんね。OK、先行ありがとうございます。相手は打線重量級なんで、1点で目点が取りたいところ。ただ、自分に期待はしません。打てないから。1イニング目はだから期待しないで打つ。よし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 、ごめんなさいね変なヒットで。互角、互角の勝負。やばい、セーフ。ボール球、今の勝ち確率
ちょっと入ってる。次は低め勝負、珍しいて山岡さんで低めで勝負してくるのねえ、珍しいよ。え、なんかめっちゃビタビタ、さっきから攻めてくんだけど、どういう配球。ちょっとまずいって、もうもうちょっと自分に期待すればよかった。スピリッツ仕事してます。334で、まあ許せ、許してあげましょう。まずこれね、あー振ってくんないか、振ってくれよそれ。さあ長径にしました。 OK、 すっごいヒロトガチか。いやー強い、素晴らしい、素晴らしい、さすが侍ジャパン。危ないね、じゃコントロールがねやっぱ心配ないね。 OK、 あーマッチョマン、マッチョマン打ってみろ。あーあー、もう一球いきたいな、もうちょっといいところいってくれ。 OK、 ワンアウトランナー一塁となりました。マッチョだね。バッターボックスは3番柳、それはピットでランナーを一塁に置いています。ちょっと打ち上げてマジで、よーし、これ強いなマジで。マジであのカーブ強いから確定でアウト取れる。さっき投げたところにこれ、よし、ヒロトが強い、マジか、ヒロト強、期待以上だないつも、めちゃ強、高谷いく、うわーマジか、初球くー、うわ高谷伸びていく、どうだ、たホームラン出るな最近、高谷強いなマジで。やっぱ継承とかしてさ、新しくした選手ってなんかめっちゃ打てそうな感じするよね。高額出てるけど大丈夫そう、ボール球ガチ。よし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 、めっちゃ打てるやん。周平もう一本と、ボール球、なんかめっちゃいい球攻めてくるこの山岡さん。うん、ダメだ。さあさあさあ、右に左に弾き返していきましょう。オッケー、外前進ね、いけるいける、外前進、いや素晴らしい。さあさあさあ、8点取れる気がしてきたよこの山岡さん、新しいが強いね。オッケーオッケー、外前進ね、次が2球目、オッケー、みんな広角出て、広角勢が強いぞ。これ代打しましょう、福永さん。あれいいよ福永さん、このあれでもホームラン打ちますから余裕で。あっ聞こえてた、ごめんなさい。今もうなんならホームランかと思ったね、転がっちゃったよ。よく打ったな高谷のホームラン。あー入んない入んない、チクショウチクショウ、制球いいなマジで。うん、いい調子よくね、バッティング、調子よくない、取った取った、岡本図に取られた。ミート打ちありじゃねこれ、いやなし、いやーよく見た、振ってもヒットだったね。
めっちゃこ、こんベストピッチエグいんじゃない。いやこれミート打ちなんて無理だ、制球良すぎてやばい。この山岡さん、ちょーっと制球すごい。山岡さんに制球すごいとかさ、もう鬼に金棒じゃん。ここでドラゴンズ守備を変えてきました。DeNA ベイスターズ最後の攻撃になります。ヒロと応援したいね。はい、君がさっき打てなかった球でーす。よっしゃー。打ち上げています。ショートに任せます。無敵やな、なんか。浅村、高橋ヒロとまずは先頭バッターを打ち取っています。初球時ライン際追いつくか。うまいけどファールになります。ファールです。さあカウント稼ぎました。これがヒロトの球威だよね。じゃあ最後落とそうか、ストンと。打ちました。いやヒロト、ヒロトが強い。これまた行こうか、めげずに。あー見逃してた。もう一球行く。そんなあなたにもう一球正確悪配球行く。強っ、ガチで。よっしゃ、いやー皆さん今日も最後まで見てくれてありがとうございました。お疲れ様でした。よかった、チャンネル登録とお願いします。失礼します。